はい、前回の続きでございます。私鉄の鉄道をね、作っております。この駅の中間の駅をね、結構距離があるので、2駅ぐらい作りたいんだけどね、2つぐらい。まあ、できれば3つ作りたいね。とりあえずここに1個駅作ろう。から行って1、2、早いやつを走らせたいので、早いやつは1個飛ばしでここに止まって、1個か3個中間駅を作りたいね。奇数個の駅を作って、ここをつなぎたいので、1個の駅しか無理だね。この辺がいいかな。この辺が中間なんですけど、ここに鉄道駅があるので、この辺がいいかな。ここがいいな。つなげられるかが問題。ちょっとつなげてみましょう。右側通行。
繋がってないのかな、ここ。ちょっと厳しいんだな、この角度が。なんでいけないんだろう。こっちはちょっとまた一個飛ばしでここに止まっ、ここに止まっ、端だな。でここ飛ばしてここでは真ん中に止まるんだね。で次飛ばしてここも脇に止まらして、ここ飛ばしてここは出点。ここはね、これもね、500人だな。500人乗り。これはね、減らす。
今通過していたやつは何だろうな。設定ミスだな、さっきのやつ。これが通過しちゃってんだよな。そしたらね、ちょっと時間が来たんで一旦終わり。